メタバースファミリーの皆さん、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。もぐりです。今日はですね、前回に引き続きファントムギャラクシーズのエピソード1のミッションをこなしていくっていうのをやっていきたいかなと思ってます。まあ、ニューヨークさん、こういうのがやりたかったんですよね、僕たちね。いや、まさにもうスタートラスで本当にがっかりさせられたというか、みんなフラストレーションが溜まってる中で、めちゃくちゃこのファントムギャラクシースーパーシレット、このベータ版というか体験版を出してきましたが、めちゃくちゃ面白いので、はいはい、皆さんも実際にプレイしてもらえればわかるかなと思います。はい、というわけでコンティニューから今回進んでいこうかなと思います。前回のスタート位置から始まりましたけれども、今度はですね、ペナウェイ技師っていうやつに会いに行って、まあ、任務をもらうみたいな感じですね。この基地もめっちゃ作り込まれてますよね、普通に。うん、本当にミニゲームっていうか、ベータテストなんかっていう。すごい。いや、なんか前ファントムギャラクシーのミニゲームみたいなめっちゃダサくて、なんなんとか思ったんですけどなんかあれがゲームになるのって感じでしたけどね。全然スケールが、天と地の差ですね。まあ、このおばちゃんはちょっと違うんですけど、まあ、話しかけておきますか。ここでなんか急に英語出てくるの面白いですけどね。あと、おかま言葉になっちゃうっていう、おねになっちゃうっていう。確かに。Great. I'm Officer Goda.まあ、ゲームローカライゼーションがされてないというか、うん、まあまあまあテスト版なので、うん、十分ですけどね。マジで十分。まあなんか今日は He works with us and will give you a token to complete the transaction. はい。まあ、さっきトークンっていう話が出てきてましたけど、まあ、これでそのミッションクリアしていくとトークンがもらえて、ゆくゆくはそれがプレイトゥーワンにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思います。Yes, you. Come over here. めっちゃ喋りかけてきますけど。Finally getting your space legs under you. Great. I'm Pennaway.I'm in charge of R&D here at the CSC. I know, I know. In charge of R&D sounds so official. To most, I'm simply that guy who builds all the bright, shiny toys for Epsilon Unit to play with. With that said, I have a big favor to ask you. We're running low on raw materials here. I need you to collect some iron ore for me. I'll talk you through everything once you get your starfighter to the destination. The mechanics are fitting out a couple of starfighters with nifty mining lasers. I'm sending the coordinates to those starfighters now.A couple of starfighters, sir. Please. 石を集めればいいんですね。そうそうそう。まあ、なんかマイニング用の武器みたいなのがもらえて、そう、マイニングみたいな用の武器がもらえて、それで隕石をぶっ壊すと鉄鉱石みたいなのがもらえるっていうクエストになってますね。我々ジャパニーズ。我々ジャパニーズはこういう発掘作業大好きですからね、ゲームで慣れてますから、モンハンとかでね。鉄鉱石、グレン石、グレン石だっけ、なんかいろいろあってるね。いやー、10個ぐらい集めて武器作ってましたね。うん、電車の中でやったけど、今の子たちはみんなスマホでゲームしてますね。ね、ソシャゲを電車の中で PSP ずっとやってたよな。 PSP の方が面白いんじゃないかとは思っちゃうんですけどね、毎回ソシャゲの、ね、ポチスパイダータンクみたいなゲームやっ て、ね、ここもすごいですけどね、ここの作り込みも。こんな感じでスターウォーズみたいに瞬間移動すると。まあ僕スターウォーズ見たことないんでちょっとわかんないですけどね。マジか。まあない。
いや、ワンピースもちょっと読んだことなくて、なんかもうありすぎて、もう逆にちょっとどっから見てるんだろうみたいな。ね、分かってるだろうっていう語訳ね、ああ何がっていうマジでエクセルで絶対翻訳しただけみたいな、かわいいっすね。はい、こう中継地ロックできましたけど、まあなんかいろんなゾーンによってできること変わるじゃないですか、はいはいはい、こういうセーフゾーンだとマイニングするみたいなのもスタートラスで言ってましたけどね、なんかこういうイメージなんですかね、多分かもしんないね、めちゃくちゃ面白くないみたいなこれをスタートラスセーフゾーンだと船が破壊されずにコインがゲットできるよっていうイメージなんでしょうかね、多分これだけ家にやらされてたらちょっとつまんないですよね、確かに。うん、これ全然説明してなかったですけど、マウスホイールでマイニング用の武器に変えて右クリックを押すとマイニングできる岩石がみたいなのが出てくるんで、で右クリあ左クリックするとマイニングができる仕様になってると。まあディセントラランドのマイニングともは違うか。まあでも似たようなもんですけど。まああれはちょっとひどいな。はい、でこれでまあもうクリアしたんで戻っていきましょうと、まあ、基本次行くところは目印で出てるんで、それめがけて行ってもらえればすぐ次何していいかとか分かるかなと思います。作り込みめちゃめちゃしっかりしてますね、うん、いや、いた。おで今当たって分かると思うんですけど、右下の方にシールドと体力みたいなのがあって、シールドを削られた後に体力が削られるっていうエイペックス方式で やらせてもらってますって感じですね。でまた行きたい場所に戻るとスターウォーズ見たことないですけどね、僕は分かんないですけど結構面白いけどサクッて見れるよあれ。ああ僕なんだっけ、最近やってるやつは見てないですけど、ああはいはい、はい、うん、エピソード 4個あるよね確か。うん、ちょっと全然分かんないですけどねじゃあジェダイが何かとかも知らないわけだね。いや全く分かんないですね。なるほど、まあ面白いっすよ、うん、この感じ見ないと見ないあーですけど、はい、じゃあ次からようやくちょっと難しいやつですね、ケツからドアップで映りましたけど、まあスターウォーズマイケルベイ好きな人はたまんないかもしれないですね、うん、僕はあんまトランスフォーマーとスターウォーズあんま好きじゃないんで、グラフィックすげえなって感じなんですけど、おーって感じですね見てて。Excellent. Thank you so much, Ensign. Don't forget, Officer Goda has that escort mission ready for you. Head back out to the hangar and she'll brief you when you're back out there. Have fun. で、まあここ2つ何かわかんないですけど、まあなんか会話してみますかとりあえず。Nothing yet.まあ、次の話に繋がっていくのかなとは思うんですけど、今時点では何の話か全然わからないですね。That sucks. Any troubles I can help with in the hangar? I'm always grateful for extra hands, but you aren't a gearhead anymore. I'm as good as anybody on your team. Yeah, but you're a pilot first now, Ensign. 外国人ってマジでこういう髪型似合いますよね。僕ほんとこういう髪型したいなと思うんですけど、えどっちこのモグリの主人公の、あそう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 、この髪型、そうツーブロでかき分けてちょっと、まあツーブロだね、どちらかというと、うん、ツーブロで後ろ刈り上げみたいな。俺後ろ刈り上げじゃないけどツーブロだけどね、デフォルトが、うん、まあ外国人ってやっぱ顔でかいからちょっとこういう髪型日本人のちょっと
小顔には厳しいですよね、これ。一歩間違えるとマジカツラだよね、これ。上にちょこんと乗ってるように見えちゃう。後ろまで刈り上げると。だから下手くそなとこ、1000円カットいったらやばいんじゃない？ああ。まあ、あと僕、テンパなんでちょっとやりづらいですね。そこがメインなボトルネックですね。はい、じゃあ次のミッションいきますか。で、ロックとキルケコールと他にカントとボルテールみたいなのがあるんですけど、まあなんか多分このロックはプレイヤーレベル3で購入コスト7万5000コスト払うと、まあ、手に入るよと。で今僕の所持金1000円しかないんで、まあ、全然買えないという感じなんですけど、まあ話進めていけば買えるようになるのかなというふうに思います。僕ちょっとロックはもういいから、このカントとボルテールをちょっとやってみ、ロックしてみたいなと、ロック解除してみたいなとは思うんですけど、まあ、このエピソード版の中で解除できるのかどうか、ちょっと試してみようかなと思います。まあ、多分無理だと思うんですけどね。なんか早い方が良さそうですね、でも。うん。そうそうそう。もう本当、女性ファンゼロみたいなゲームですね。いないよね、これ好きな人ね、多分女の子で、うん、アジアではちょっと、うん、あんま向こう行くとね、なんかスターウォーズ好きな女子結構いますけどね、うん、あんま日本でスターウォーズ好きだぜみたいな女の子いないですよね、こっちは。これね、このミッションめちゃくちゃ一番端やった時むずいんで、これ失敗するかもしれないです。Thank you, Captain. We truly appreciate everything you're doing. We're ready to depart when you are. We're ready. Everyone, move out. One at a time. Requesting backup ASAP. I need help. Get back here.で今ウィングマンコードっていうのがありましたけど、まあ、この数字キーですね、1234を押すと、まあ、なんかNPC が自分をサポートしてくれるようになるよということなんですけど、なんか僕あんま実感湧いてこないんで、これ使えるコマンドだよっていうのがあれば教えてください。僕いつもなんか3か4適当におっしゃってるんですけど、まあ、なんか意味あんのかなっていう感じですね。でこの輸送艦を、まあ、送り届けるっていうのが次のミッションなんですけど、これがねすぐこの船の体力削られるんで、どん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 ロケットミサイルで、まあ、敵を撃ち落としていくっていうのが一番いいクリアの仕方かなと思いますので、もしここでつまずいている人がいれば参考にしてもらえればなと思います。って言って失敗するかもしれないですけどね、普通に。Hades. Well, well. What do we have here? Looks like we have a live one, boys. Sir? Oh, やばい。普通にぶつかって死にそうだわ。普通にむずいんですよね、これね。普通に今、船とぶつかって体力削れちった。でロックしたらこれを撃つと。マジで当たってる気がしないんだよね。丸のとこなのかな。うん。まあ、走行してるうちにめっちゃ船の体力減ってると思うんですけど、なので、まあ、撃ってないでもう ロックしてロケット弾撃って終わりみたいなするのが一番手っ取り早いですね。宇宙って本当にこんな隕石多いんだろうか。
わからん。デブリとかであんのかもしれないけど。まあ、前さん2期に聞いてみればわかるかもマジでロケット弾ゲーだから。クリティカルヒットとかあるんですね。もうあとはこれでぶっ倒していくしかないですね。なんかカメラの操作が難しかったよな。振るとガーっていっちゃう、うん、やっぱこれ赤い丸に照準を合わせていくといいかもしれないです。やばいやばい。やっぱ全然当たんないっすね。あー死んだやばいやばいやばい。うわーまた2000 years later。クリアできました。うん、3回目にしてようやくですね。でなんかこう散らば敵を倒すとこういう通貨みたいなのが散らばってたりするんで、まあ回収し忘れないようにしていただければなと思います。この黄色い枠のやつはあのアイテムじゃなくて弾頭とか弾系が落ちていることが多いです。でここがブロクトピアみたいなバーみたいになってますね。うん、こういうとこでなんかイベントやれればね。うん、メタバース感が。Hey, so if it isn't the famed Rangers of Epsilon Squad, my old friend Los and the fresh face. Yeah, we're here to drop off the ensign's first ever escort mission. Congratulations. What can I get you? The usual for me. Officer Goda said something about a token. Oh, so your old business. Here you go. And if you're looking for Zoran, his setup is just around the corner. 広角機動隊じゃね。うん、でここの場はもういろいろあのミニゲーム要素があって、例えばこのおっさんに話聞くとクエストがもらえるんですよね。でこれ1700円もらえるというので、まあ後でプレイしていこうかなと思います。でもう一個クエストくれるおっちゃんがいて、どこだ、ちょっとどっか行っちゃいましたけど、まああとここになんかポーカーみたいなゲームができるところがあるんで、これも後でプレイしてみたいなと思います。ちょっとやり方わかんないんで、ちょっとうさんくさい人しかいないですけど、今やってみようかなと思います。もう結構取っちゃったんで次また分けようかなと思うんですけど、ここでなんか話を聞いてまた次のミッションに行くっていう感じですね。Ranger, over here. Thank you for seeing to my shipment. Those damn pirates have been giving me hell as of late. But I am happy to hear that my cargo appears to have arrived in one piece. It was no problem, sir. Well, let me show my appreciation for your service. And I will be sure to let you know if I need you again. In the meantime, if you would like to see what I have, or wish to engage in a little trade of your own, take a look around.Zoran, was it? Yes. What can I do for you, Ranger? You're from Ionia, aren't you? You are well informed. What about it? What's your opinion about the Ranger HQ being there? If it does not involve profits, I do not have an opinion. はい、というわけでここのミッションは
これで終わりなんですけど、まあ、ここが一番難しいとこかなと思います。まあ、何回も何回も今3回ぐらいプレイしましたけど早送りになってるかなと思いますけど、はい、ここクリアできればあとはそこまで難しくはないかなと思いますね。なんかミッションくれるおっさんがもう一人ぐらいいたんですけどなんか出てきてないですね。まあいっか。で結構面白いポイントなのがここにパスコードキーパッドっていうのがあって、なんかパスワード入れると入れるようになるんですけど、これまだパスワードわかんないんで、これゲーム進めてエピソード1でいけるならちょっと行ってみたいなと思います。でここで実際に話すとですね、酒が飲めるっぽいんですよね。How are you doing today? Need any refreshments? No, I'm fine. Thanks for offering though. Hard day at work? Chasing pirates, saving freighters, the usual. And I thank you for it. Have one on the house. I can't. I'm on duty. I don't mind. Still no? Maybe next time.How is everything, Olaf? Any problems on the station? Well... Did you get attacked by pirates again? Not exactly. But a group of Zonora goons ransacked convoy coming from Sparta. You don't mean... Yes, we don't have any blue sand special. Damn! で、これ今金ないですけど、まあこれ金を入れると、まあお金入れると金、酒が飲めるのかなと。だゆくゆくはこういうのがなんかこういう場所が開放されてプレイヤーだけの場所だとなるとコミュニティが広がるよなというふうに思います。絶対メタバースになりそうですね、うん、この辺がポイントかなと思いますね。こいつか。 Yeah, this is what I do. いましたね。なんか立ってる位置変わりましたねこいつ。はい。で一個重要なのが今弾がなくなっちゃったんですけど、ロケット弾を、まあ、補充しといて次の船を出た方がいいと思います。で補充できるところがさっきのゾランっていうやつのところにあったんですけどやり忘れちゃいましたね。また行ってそこで終わりにしますか今日は。これですね、これ行き至るところに多分あると思うんで、あったら探してもらえればと思います。で、なんか、担当なんかゲットしたんですね。で、ここが今自分の手持ちで持ってるやつです。で、ここの、このロケット弾、弾頭ってやつが結構強いんで、これを購入ですね、しとくといいと思います。まあ、2個買っておけばいいかな。はい。まあ、ないよりはあった方がいいっていう感じですね。たまにミッションが新しくなると補充されるんですけど、次のところ行くときにはなんか補充されないんで、とりあえず2個でも買っといた方がゲーム進めやすくなるかなと思います。はい、ということでここ出るとまたミッション始まっちゃうんで、ここで お別れですね。はい、じゃあ投資は自己責任でということで、また次回お会いしましょう。じゃあねー。Bye-bye.